はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、前回、予告しました通りドラゴンボールフィギュア、紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら。はい、わかりますかね。ドラゴンボールアドバージモーションということでね、まあモーションということだけあって動きをね、まあ表したアドバージですね。なので組み合わせたりできるっていうことですね。まあ親子カメハメハ対セールみたいなね、ロゼ対トランクスみたいな感じで、まあね、実際自分もどんな感じかわからないんでね、まあ早速開けてみたいと思います。まあ、ただね、自分が、こちら買ったのは結構小さい箱なんですけれども、セットっていうことでね、全種類揃ってるやつを買いました。はい、まあ単品でも売ってますね。これそれぞれ単品で売ってます。はい、でも自分はね、全部入ったセットを買いました。はい、ということでね、早速開けてね、中の状態見ていきましょう。はい、箱の状態ですけど、こういう感じで入ってますね。取り出してみますと、まあ、こういう感じでね、普通にね、アドバージと同じように、単品で売ってる時はこういう感じで売ってますね。はい、こういう感じでね、まあ、向かい合わせにしてもいいしって感じですね。はい、こちらが、悟空、逆になってんだな、向きがね。はい、で、悟空ブラックロゼですね。はい、こんな感じでね。でトランクス、なんかこのトランクス随分可愛い顔してるね。幼い顔してる。はい、で最後に単品でね、身勝手の極意、悟空が入ってますね。はい、一応ね、自分はね、これヨドバシカメラで買ったんですけど、まあ、単品販売でもあったんですけど、もう悟空しか売ってなかったですね、単品はね。悟空しかなかった。なのでまあそういうのもあってね、まあ、全部買っちゃおうということで買っちゃいました。では早速ね、一体ずつね、見ていきたいと思います。ではね、開封して、まあね、まあ順番はいいか、まあとりあえず見ていきましょう。はい、はい、開封し終わりました。ではね、一つずつ見ていきましょう。まずはね、ご飯からいきます。はい、こちら。いや、これね、小さいのにね、すっごいよくできてるんですよ、これ。色ムラもなくね、ちゃんとね、塗られてる上に、すっごいなんかね、デフォルメしてあるんだけど、すっごいなんかいい。うわ、これ、ちょっとびっくりだね。あんま期待してなかったんだけどね。これできいいわ。下手したら HG よりいいかもしれない。はい、で、2つ目が、悟空ですね。はい、こちら。ほら、悟空も良くないですか、これ。小さいのによくできてるな。ほんとね、塗装のはめ出しとかもないんですよね。よくできてるなぁ、これ。うわぁ、いい、かっこいいね。ちっちゃいのにね、よくできてる。ほんとよくできてる、これ。すっげぇ。うわぁ、アドバージ自体はね、買ってないんですけどね、
なんかこれは気になってちょっと買ったんですけど、いやこれ当たりだわ、うん、いやこれはいい、はい。で、続いて、セルですね、はい、こちら、いやこれもやばいね、出来が素晴らしい、ガメハメハ、いやすっげえ、羽もね、羽はね別パーツで、ついてましたね、ちょっと毛じゃねえ、ほこりが、あの別パーツでなんか、プランボみたいに繋がっててニッパーで切りましたけれども、いや細かいところまでちゃんと塗られててね、ほんとね、いやよくできてるわ、うわいいな、かっこいいね、素晴らしい、はい。続いて、ロゼいきましょう、はい、こちら、はい、いやロゼもいいね、これ本当に本当ね、ちょっと感動すら覚えるぐらいのレベルですね、これね。ちっちゃいからね、顔かっこいいんですよ、本当。しかもこれロゼに関してはね、なんとこう着脱式っていうね、細かい。いやこれはいい。でこうキュッ。あれ。うわこれいいね。ちっちゃいのに。続いて、トランクスいきます、はい。もうトランクスに関してはなんか可愛いとしか言いようがないね、これね。顔がね、うん、可愛いわ、なんかで、ラストが、身勝手の極意の、悟空、はい、こちら、かっこいい。ちっちゃいのにかっこいいわ、いやすっげえ、ほんとね、色のはみ出しがほんとないんだよね、うん、出来がいいわ、かっこいいなぁ、この身勝手の奥にも僕かっこいいよね、いやちょっと HG より上だな、アドバージ侮ってたわ、ちょっとモーションじゃない単品のやつも欲しくなってくるね、こうなるとね、いやこれはいい、はい。ということでね、西学全6種、はい、ご紹介させていただきました、はい。まあね、この後もね、続々と、フィギュア開封していきますんでね、もしよろしければね、ぜひチャンネル登録、で見ていただきましたら、いいねボタンね、押していただければ幸いです。ではね、ラストまた、例の、回転台座に乗せて、お別れしたいと思います。ではね、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。